待てよ。とりあえず。いける。いける。オッケー。よし。で、どうしよう。こっち。どう逃げようかな。またいつものあれかな、逃げ方でいいのかな。あ、分裂する。ここは危ないんだよね。で、ここが一番安全なのはここなんですよね。ここが一番安全、一番ゆっくりになってくれるところなので、ここで一旦逃げつつっていう感じで。鍵をゲットしたって言ってたけど、どこの鍵なのかな。おっと、知能が出てきましたよ、この方。なかなか頭がよろしいことで。今です。オッケー、大丈夫。これだったらいける。で、これでそろそろいなくなるんじゃない。いなくなりません。まずいです。ないこれはまずいです。ないいなくなりませんね。おいおいおい、ちょっと待ってくれ待ってくれ、ちょっとセニョリータ待ってくれ、セニョリータ待って待って、そういう約束と違う、約束と違いますよ、ちょっと待ってください。いや大丈夫、同じことを繰り返せばいいんですよ。あ、オッケー、いなくなった。本当に青鬼より難しい。マジで青鬼の火じゃないんだよね。で、鍵を手に入れたと。鍵使うところって言ったらここかな。おそらく鍵がかかってたっていうのはここ。どうだ、ここでアイテム、鍵に書斎で手に入れた。開かない。ここではない。じゃあこっちは、あ、これか。オッケー。何これ、数字。このタペストリーって随分色あせてるけど、女の人が神様に祈ってるように見えるのは俺だけか。いやー、2に見える。わっ！何？動けない。え、ちょっと待って、バグってんじゃないこれ。あ、飛んだ。何これ。あ、トゥルルル、あなただったのね。よかった。なんとかここまで逃げてきたわ。ここまでは怪物も来ないでしょ。ようこ、無事でよかった。里見は見つけた。川崎も。あのさ、なんで男だけ名字読みなの。川崎もサドミの隠れてるところに行ったはずだ。よかった。でもこの館には他の人がいるわよ。老人だったけど、あ、最初の頃になんかひょっこりはんしてたやつかな。話しかけても笑ってるだけで気味悪かったわ。何、老人がこんなところで生き抜けるはずがない。それにしてもあの化け物は何なんだ。まだわからないけど人を襲うことは確かだよね。とにかくこの館から逃げ出しよう。一緒に来るんです。イエス、行きましょう。オッケー、あは。通れない。この先行けないな。こっちに行くしかない。で、ロープがある。あの綱までは届きそうもないな。え、じゃあ上、ん、どうした、止まってる。じゃあこっち先行く感じか。どうした。ちょっと行けない。履かない壁に、ん、え、どうすんの。え、落とされる。頑張れ、もうちょっと頑張ろう。マジか。ん、俺が肩車するから、お前はあの腕をつかめ。そして上まで。あー、これあれですね。女の子の覗こうとしてますね。わかった。でも、トロロロ、あんたはどうするの？心配するな。俺もすぐに行くさ。オッケー。ちょ、せめてさ、ここでさ、なんか引っ張り上げるとかしてあげればいいのに。ダメだ、力が出ない。何かなかったのかな？力が出ない？戻るか。一回、戻るな、あいつ。え、アイテムで？あ、肉か！肉！食べるぞ。どうだ、よっしゃ、力が出た、ついたぜ。素晴らしい。肉のパワーってやっぱり強いからね。なんかはしご最初登ればよかったな。まあ調べたい。なんか動かなかった。びっくりした、君が瞬間移動してるだけか。じゃあ行きましょう。え、真っ暗だ。電気のスイッチはないのか。懐中電灯。何、時間ある、時間ある。何、時間。え、ちょっと待って、何、見えない。何がどうなってる。ちょっとセーブしたい。待って、何使うでしょ。どこだ、出口的なやつがいるってこと。出口どこだ、グーグラグラグラ、ダメー、モーリーモーリーモーリー。なあ、どこだ。ランプを手に入れた。ランプに火をつけよう。あ、なんかいる。うん、ランプに札がついている。鍵が一つあるから探せ。ちょっと待って、なんかいたよ。え、あった。鍵を手に入れた。なんじゃこれ。ああ。どうしたの。さっさと出ようよ。出ようったってこれじゃん。お前は幻覚にゃ。お前は怪物が発射する粒子を
かなり吸い込んでいるからにゃ。うろたえたらこっから抜け出せないにゃ。あっ、どうすんの、うっ、待って、消えろー。くっ、どうすんの、いけないんだけど、なんでうろうろしてるのよ。しら、ヨーコお前には見えないのか。見えないって何が。諦めてヨーコにランプを渡して手を引いてもらうか。恥ずかしいけど頼む。もうしばらく頑張る。お願い。なんかいるよ。大丈夫？クジャ、なんか取り憑かれてるけど大丈夫？なんか今いたよね。ヨコどうした？この階段を登った時足をくじいてしまったわ。歩けそうか？ちょっと休めば大丈夫だと思うけど。そうか。だがいつやつらが現れるかわからないから、おちおちはしてられねえな。そうよね。ごめんなさい。ほら歩け。謝ることところ、うん、まあまあ。謝ることではないさ。ところでそれなんだ。あ、これオルゴールよ。ずいぶん古そうだったからプレミアがついて高く売れると思ったのよ。こいつら本当にがめ金にがめついな。おいよ、そんな持ってくるから足をくじくんじゃないか。そうよね、バカだったわ。里見がお宝お宝っていうもんだからつい欲が出てしまったんだわ。俺たち旅の途中でこの館の噂を聞いて面白そうだから寄ってみただけなんだよな。今はお宝よりどうやってこの館を逃げ出すかだ。あれだよ、川崎は金塊を1個持ってこうとしてるからね。オルゴールなんて可愛いもんですよ。そうよね、それにこのオルゴールよく見たら上で回る人形が取れちゃってて、あ、上に回る人形ってことはなんか動かせるかな。鳴るかどうかゼンマを巻いてみようぜ。え、どんな音かしら。でも音をさせたら怪物が来たりしないかしら。なーに、そん時はそん時さ、お前は担いででも逃げてみせるぜ。それにこのオルゴールが鳴らしてって言ってるんですけど、やめろ。トラララララ、本当にやめて。よせ、やい、そんなもんじゃないぜ。じゃあゼンマ巻くぜ。やめて。本当にね、自分の都合のみで、迷惑をかけるのだけは本当にやめてもらっていいかな。じゃ、巻くか。はい。大きなの、ん？わー、なんか回ってる。なんて綺麗な音かしら。あー、でもなんか悲しげな曲だな。トロロロ君、上見てもらっていいかな。おじいちゃん、おばちゃん、褒めてくれてありがとう。お兄さんとお呼び？どうした？ともあれこんなところでくつろいでるわけにはいかないぜ。おぶってやるから里見のいる部屋まで急ごう。あんたが私を。大丈夫よ、もう歩けるわ。おぶってやるからよ。言わんこっちゃね。いいからおぶられ、おぶされよ。ね、ちょっとたまにさ言葉がおかしいんだけど。さて、あ、なんかお墓になってる。ん、まあいいや、とりあえず行こう。これおぶってる状態でセーブしたらどうなるんだろう。二人になるのかな。そういうわけじゃないわ。これ追いかけられるとかねえ、おじいちゃん、スゴロクって知ってる？ああ、あれ遊戯の おじいちゃんでしょ。あたいの国じゃお正月には、家族揃って必ずやるの。あたいと遊んでくれるよね。あたいに勝つまで出してあげないからね。いい、ルールは一度しか言わないからね。サイコロ目の数だけ進むか後ろに戻る。止まった場所の指示に従う。上がりはぴったり目じゃないとダメ。いざ勝負。おじいちゃんからサイコロ振っていい？え、なんだなんだ、チキショウ。俺の嫌いな蝶々がうじゃうじゃ嫌がるじゃないか。蝶々。何言ってるの？蝶々なんてどこにあるのよ。ドロロロ、あんたちょっとさっきからおかしいわよ。え、なにこれ、サイコロやるの？はい。え？ 1、2、3、4。オッケー。はい。来たよ！ 1。え？サイコロもう一度？やった！オッケーオッケー。いいよ。これ強いんじゃない？ 6。1、2、3、4、5、6。あ、強い！これ強い！これ絶対強い！振り出し戻れよ。戻れよ、マイブラザー。1、2、3、4、5。いいんじゃない？これ強いよ。あー、あっちも強い。オッケー、1回休み。そして、1、3歩進む。お、3歩、1、2、3。いいじゃん。はい、ちゃっちゃとサイコロ振って。イエース。6、1、2、3、4、5、6! 来た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 。はははははは。よし。いいぞ。はい。3。1、2、3。あ、大丈夫。1、2、3。あぶねえ、よかった、もう振り出し戻るないんだ。いいよ。1、2、3、4。うえ、負け。あぶねえ、これかなり運いいんじゃない。これはちょっとトレンさん、実況者としては良くないね。うん、分かってるよ。ああ、行っちゃった、つまんないな。ねえ、あなた、あの子の声が聞こえませんか？そりゃお前、いつもの空耳だろうよ。いいえ、今度こそ空耳じゃないように思いますの。かれこれ200年、今まで空耳でなかったことがあるかね。
あ、お母ちゃまとお父ちゃまの声だ。ね、どこお母ちゃま、お父ちゃま。あ、よかった。一緒になれるの。あ、よかった。これは嬉しいね。これは素晴らしい。あー、いい。こういうの、こういうの求めて。ふざけんなよ、とろろろ。いや、でも、いいことだよね。あれだよね。うまく一緒になれたってことだよね。あー、よかった、よかった。じゃあ、この、もしかしたら時計のところに何かしら、ある？え、アイテムゲットできるとかではないんだ。特にそういうわけではない。これちょっと、すごろく、すごろくのためにちょっとセーブしとこう。で、こいつを、みなしごだったあんたを拾ってもう2年が経つ。あ、みなしごだったんだ。あの時はまだほんの子供だったけど、気がつかないうちにこんなにたくましくなっていたのね。今頃気づいたのかよ。そうよね、いつも一緒にいるからかしら。改めてそう思ったわ。その分お前はおばさんになってるんだぜ。何言ってんの、憎たらしい。この子あれですからね、さっき女の子とキスしましたね。え、あんた里見のことどう思ってんの。あ、さっきキスしましたよ。里見どう思って。だから好きかどうかって話よ。別にどうってことねえよ。兄弟みたいに思ってるのにさっきキスしたの。そう、それならそれでいいんだけど、あの子を好きになるならそれなりの過去がいるって言って、さっきこいつキスしてましたよ。なんでやぶからぼうに俺たち4人は繋がってないけど、違う、こいつキスしてた。そうよね。あっさり肯定してくれるよ。お前は俺のこと弟としか見てねえってことかよ。ちょ待って、なんかこの主人公マジで嫌いになりそう。本気で私は今こいつのことが嫌いです。じゃあ連れて行こうか。で、トロロロ、もう足は大丈夫、下ろしてちょうだい。ああ。何ちょっと嫌そうなのよ。おい、さてみ、俺で開けてくれ。よし。さあ、これで、あれ、川崎よ？ようこ、よかった。あんたも無事だったのね。話してやれ、さっきキスしたこと。さてみ、あなたも無事で何よりだわ。川崎はまだ来てないのか？絶対金塊運んでるじゃん。あ、金塊持ってくるって聞かなくてな。お前たちはここにいるんだ。俺は川崎を探してくるよ。よし、行くぞ。さあ、川崎くん。今、どうせ、おそらく僕の予想、襲われてる。襲われてなんか悲しいことになってるで僕は予想しますが、皆さんどう思いますでしょうか。ということで、こっちだったっけ、確かこっちか。おそらくこっちに川崎が、えは、川崎の野郎やっぱり金を持ってきなかったようだね。いや、まず怪しもうよ。鬼に襲われたんじゃないかってまず不安になろうぜ。どうする。ん、他に行ってないところあったっけ。まだ行ってないところとすると、ここか。あ、鍵、あ、そっか、鍵ゲットしてたわ。ん？とりあえず開いてみようか。ん？できない。ここ、これか。本にメモが挟んである。奴らは火を怖がる。火ないよ。火。大丈夫。あ、足は遅い。大丈夫。いくら二人といえど。大丈夫。いやー、でもあいつなかなかの。動けよお前。違う、こっちだ、来い、こっちへ来い。俺のことを狙ってるんだろう。違う、今です。よし、オッケー。来るの。え、ちょ待って、猫。何、完璧なディフェンス。遠藤守る顔負けのディフェンスをしてる。よし、オッケー。これ確定で来るのかな、出てくるのかな。もう一回行ってみよう。配置変わってるわけじゃないもんね。火を怖がる。火を使うところなんてあったっけ。え、このドアの植物園に入れ。あ、またアドバイスでござる。ありがとう。なんか刺さってる。何？